こんにちは、アワーライフジャパン&チャイナのチンムーと申します。本日はバスで少し田舎の方に来ていまして、さくらんぼ狩りをすることになっています。ん？これは巨大なタンポポ？あたり一面さくらんぼ農園。すごく立派に実ってる。さくらんぼ狩りに来たのに地面見てるよ。嘘でしょう。見上げれば高級なさくらんぼが星の数あるっていうのに。本当にこの雑草の方が価値があるのかな。息子が可愛い女の子をナンパ？さくらんぼ林に消えていく二人。僕はさくらんぼ食べてよっと。あ、落ちた。こちらはさっきとは別の品種。嫁がやっとさくらんぼを食べ出したわ。小さなカップル見つけ。さくらんぼ農園に動物？あ、プレーリードッグだ。昔飼ってた。二人は奥へ奥へと行っちゃうけど、三匹の子豚に出会いました。結局二人はさくらんぼ狩りよりも探索がお好きみたい。ということで、さくらんぼ狩りから戻ってきたんですけども、大量ですね。さくらんぼ売る二人みたいで。そうだね。私子供頃のさくらんぼなんで、くんとちっちゃいもん、くんな。うん、もう種と一緒。種以上。もう取ってて初め種出すけど、うん、もう最後はもう隣の子供も来るぐらいですから。うん、あ、急いで、ね。もう急いで全部取って口にこんな飲み込んで、うん、こう全部食べちゃって、それでお腹いっぱいになって次の日あれも種で、あれは。あれね、あれね。そうそうそう。でこれで普通どれぐらいで買えるんですか、中国だと、ね、これね、多分これ1キロは、
1斤は40か50元。うん。ということは1キロで、うん、80元から100元、1キロで1300円から1500円ぐらい。そう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 。これは例えば一斤は20が25元、うん、これは一斤はじゃあ25元から28、そんなもんだよ。ちなみにこういうのって日本でどれぐらいになると思います？日本で、うん、日本っていうのはやっぱり果物が高いっていうのは倍？倍じゃ済まないですよ。例えばね、これちょっとネット見ますと、このダークチェリーとかっていうやつだと思うけど、あ、そう、これ即ぴったり、これじゃん。ぴったりでしょ。うん、1キロ4000円ぐらい。へえ、まあ、これ粒の大きさにもよって違うけど、これ4900のもあるんだ。いや当然、だからこういうのはこれ1キロ6000円のもあるしね、アメリカンチェリー。これさすがになんかこれはそれよりも大きくて、うん、ねえ、いや、うん、大玉サイズだから多分同じぐらいだと思うんだけど、ね、6000円ぐらいです、ね、6000円じゃん。で、こういうこっち側系のやつだと3000円から4000円、5000円っていうのがだいたい全部1キロだから、これとても食べられない。あなたは果物がすごい好きで、日本行った時にすごいびっくりして、なかなか果物食べれないじゃないですか。唯一日本に行く時困ることです、うん、もう正直もう毎日果物をたくさん食べるんですね、うん、たくさんっていうのは日本の皆さんには想像できないんじゃないですかね、うん、まあまあこれ見てればわかるでしょ一家庭にこれだけさくらんぼ買う人いないから、うん、まあまあいいですけど、でもなんで日本の方が果物が高いかって、やっぱりなんで日本は選別基準がすごい高いと思うんですよね。ちょっとでも形の悪いもの、色が変わったもの、傷があるもの、全部ダメ。私がそういうものを買って食べてもダメ？そういう安いでしょ。そういうのはそういうので、どこで売ってるの？農場の人だったら現地で売ってるんだと思うけど、普通の都会のスーパー行ってもあるのかな、あるところにあるのかもしれないですけどね、あの傷物品って。 ああいう傷物品ってどの感じ、どんなんだ？わかんない、俺あんまり詳しくないけど、うん、ジュースを作るのに回して、それでもあとは廃棄したりとかじゃないの？いや、ほんとぶどまりが悪いから値段も高くなっちゃう。ほんと日本行ってね、うん、パパの家に出て、うん、そのリンゴはきれいにカットして、うん、2つがリンゴ1皿皆さん食べるって、私にとっては1人1回4個のリンゴをパクパク食べる。でどういうふうに皆さん食べるんで、うん、本当の心はもう全部食べたい、うん、もうすぐ食べちゃうくらいで、うん、できないじゃないですか、もう食べたくて食べた、じゃあ2つ3つで寄ってさして食べて。息子もおじいちゃんおばあちゃんにイチゴを出してもらった時びっくりしてたからね。家ではさこんな感じじゃん、イチゴ食べるじゃん。でもおじいちゃんおばあちゃんが出てきたらこんな小さなカップにイチゴが3個4個乗ってて、はい、イチゴだよって言われてはい、ありがとううちの息子も私と同じで、こんな一皿で、うん、ね、こんな感じだよ、うん、2人がね、私の息子パカパカ食べてる、うん、なんかすぐ終わっちゃうね。だからお父さんお母さんびっくりして、でもとても買えないじゃないですか、うん、そうそうそう、日本では。だから日本行く時すごく困ってるんですよ、うん、正直ね。そういう安売り、悪い形悪いとか小さくてもいいから、うん、逆にそういうもの買いたいんですよ ね、 だよね。